今回はオープンコレクタっていう回路についてちょっと説明をしてみようと思います。例えば電源に、乾電池が1本あたり電圧が 1.5V あるので、それを2本直列につないだら、まあ、大体 3V になるので、まあ、それを電源として、こんな感じの回路を組みます。で、この使っているトランジスタが、バイポーラートランジスタの NPN 型を使います。で、まあ、このオープンコレクタのこの意味なんですけど、コレクタ側がオープンになって開いている状態だから多分こう呼ぶと思うんですけど、これがどういう回路なのかっていうのをちょっと説明してみようと思います。例えばここに電流を流して何かを駆動する負荷をつなげるんですけど、それを別の電源をつなげて使うことができるんですね。例えばここは 3V ですけど、こちらはこの 0V マイナス端子を共通にして、この 12V 側プラス側は独立して接続することができるんですね。こうするとで、まあ、こっちはこの図を、まあ、もうちょっと簡単に書ける書き方があるんで、それで書いたらこんな感じになるんですね。だいぶこっちの方がシンプルかなと思うんですけど、あ、ちょっと書いてなかったですね。これでいうとこんな感じになります。で、ここは抵抗っていうわけじゃなくて、負荷なんで別に何でもいいんですね。抵抗だけでもいいし、抵抗と、まあ、LED をつけても別にいいですし、モーターをつけてももちろん大丈夫です。ただその場合、このトランジスタ一つでは増幅率が足らなくて、うまく負荷を駆動できないことがあるので、まあ、そういう場合はもう一つ NPN トランジスタをつけて、ダーリントン接続をしてもいいですし、もう一つ PNP トランジスタをつけてインバーテッドダーリントン接続をしてもいいです。まあ、わからない人は検索してもらったらこんな風な回路かなっていうのが出てくると思います。で、この回路の動作なんですけど、まずスイッチが離されている状態だと、ここの電圧はここがつながっていないので、この 10kΩ を介してグラウンド 0V につながっているので、ここは 0V になっています。で、当然ここも 0V です。なのでトランジスタが動作していません。だから、まあ、簡単に言うとここの接続が切れているような状態になっています。なのでこちらが 12V になっているんですけど、当然ここが切れているような状態なので電流が流れません。で、次にこのスイッチを押した場合を考えると、今度はこの 3V がこう来て、ここに 3V が現れますね。で、まあ、こうトランジスタのベースからエミッターへ電流が流れます。 0.7V 以上このベース間エミッター間に電位差があれば電流が流れるので電流が流れます。で、まあ、例えばここのその時の電圧は、まあ、大体ですけど 0.7V 前後ぐらいの電圧が発生します。で、このトランジスタが導通するのでこう繋がりますね、回路が。で、ここでやっとこの 12V の電源の回路が形成されます。まあ、この 12V って例えば自動車の鉛バッテリーとかあるじゃないですか。鉛蓄電池っていうのかな、ああいうものでももちろんいいです。まあ、そういうものを使ったとこう想像してみてもらったら分かりやすいかなと思います。で、こうするとこの負荷をこの 12V の電源で駆動することができます。これがオープンコレクターっていうもののその特徴になります。で、今このトランジスタをバイポーラートランジスタの NPN トランジスタで作ったんですけど、例えば MOSFET を使って回路を組む場合はこんな感じになります。で、 MOSFET の場合はゲートからソースへほとんど電流を流さないので、この抵抗も入れる必要がありません。ここに電圧をちゃんと引火すればドレイン管ソース管に大きな電流を流すことができます。なのでこのトランジスタ一つだと増幅率が足らずに、もう一つ使って増幅率を上げるっていうような時に、MOSFET だと一つで済むことがあるので、まあ、これも使い方を覚えておいた方がいいと思います。で、MOSFET を使う場合は、
この名前がオープンドレインっていう名前になります。で、この回路の肝なんですけど、このグラウンド部分をそれぞれ共通にしているっていうのが大事な特徴になっています。これはちゃんと理解しておいた方が、まあ、いろんな回路を見ていくときにややこしくならないんで、結構大事なんですね。何を基準にしているかっていうのが。他に、まあ、例えば、まあ、イメージが湧きやすいようにすると、まあ、モーターを駆動する場合はこんな感じですね。で、どうだったかな。こうか。こうやってダイオードをつけて。まあ、いろんな負荷を、このコレクタに、まあ、違う電圧で挿入することができます。この回路は、さっきの NPN トランジスタで作った回路を PNP トランジスタで書き直したものになります。で、ちょっとこれは解説というより、さっき考えた構造なんで、自分もこれでちゃんと動作するのかはっきり知らないんですね。なので、詳しい方はコメントで、本当はこういう使い方はまずいよとかっていうのを教えてもらえたら逆に助かります。ただ、理論的に考えて普通に問題がないかなと思ったんで、ちょっと紹介だけしておこうと思います。普通はこの使い方はしないんですけど、PNP トランジスタで組む場合は、このプラス側を共通にして、まあ、例えば、負荷に抵抗をつけた場合、まあ、ここは先ほどと同じように、例えば 12V の電源をつなぐんですけど、プラス側を共通にするんで、ここを 3V と決めます。これはこっちが 3V なんで、僕が勝手に 3V って決めました。で、電位差が 12V ある状態を作ればいいんで、ここを 9V とします。こうすれば 12V の電圧っていうことになりますね。3V 引く 9V っていうのは 3V 足す 9V なので、 12V の電位差がマイナスからプラスへあるっていうのがこれで分かりますね。で、こうすれば、スイッチを押すと、ここが、グラウンド、0V につながるので、0V になります。で、エミッターからベースへ電流が流れます。その時の電圧は、これは NPN と同じで、だいたい 0.7V ぐらいになります。で、電流がエミッターからベースへさーっと流れます。そうすると、PNP トランジスタも、エミッタ間、コレクタ間が導通するので、この 3V からマイナス 9V の方へ電流が流れて、負荷を駆動します。一応 NPN トランジスタと PNP トランジスタは対照的に置き換えることが基本できるはずなんで、これでも問題ないと思うんですね。ブレッドボードで、ここの電圧を 5V にして、こっちを乾電池1本の 1.5V にして確認してみたんですけど、普通にまあ動作はしたんで、まあ、問題ないんじゃないかなと思うんですけど、この回路はめったに見ないですね。まあ、それもそうで、普通電子回路っていうのは基本的には、まあ、特にこういう簡単な電子構造のレベルだと、グラウンドの 0V を基準にして考えるっていうのが、まあ、決まりっていうかスタンダードになってるんで、こうすると基準がグラウンドじゃなくて、このプラス側の方になってるんで、ちょっと分かりにくいと思うんですね。だからなかなか使われないだけだと思うんですよ。実際には別にこうやって使っても問題はないんじゃないのかなと思うんですけど、ちょっと知らないんですよ、僕が。さっき思いついたんで。こっちで書くとこんな感じになります。だからこれとこれはつなげちゃいけませんね。ここをつなげます。で、ちょっと
この回路見たら分かりにくい人が多いと思うんですけど、スイッチを押すと、まあ、電流の経路を変えておこうと思います。スイッチを押した時にこのエミッターからベースへこう電流が流れて、あ、またここがスタートですね。こう来て、でもちろん、こちらにもちょっと流れますね。ただもうこれはこの動作には直接は関係ないんで、あまり考えなくていいです。ただつけておけばいいと思ってください。でこう来て、こう来て、でこれはこっから出たものはここへ戻ります。これはもうそういうものだと思ってください。こう出たものがこうは来ません。出たものは同じだけ、出た分と同じだけ戻ってくるんで、こう来てこう戻ってきます。こことここの量は同じです。でこっちも同じで、こう電流が流れるとこっから電流が出発してこう流れます。でこことここの量は全く同じになります。まあ、ここがちょっとややこしくなるところかなと思うんですけど、まあこの回路はめったに使わないんで、あまり意識しなくてもいいかなと思います。あの電圧の比較をするコンパレーター回路ってあるじゃないですか。あの出力っていうのは、まあ、これじゃないんですけど、さっきの、NPN トランジスタで作ったオープンコレクターの出力になっていることがほとんどなので、一応こういう回路の状態を覚えておいた方がいろいろ後で役に立つと思います。ここでちょっとコンパレータの回路の中身を説明しておこうと思います。あの回路も、まあ、電圧の比較を行うんですけど、この出力部分がオープンコレクターになっているものがほとんどなんですね。なので、大体のコンパレータの場合はプラス端子の電圧が高いときに出力がハイインピーダンスになります。だから、まあ、ここが切れているような状態になります。なのでここの出力の状態はハイインピーダンスなので、とても抵抗値が高いような状態になります。だから電流が流れ出ることもないし、流れ込むこともありません、この状態では。でプラス端子の電圧がマイナス端子の電圧より低くなると、まあここの入力の信号がいろいろその時にの状態に応じて変わるんですよ。で今度はこう電流が流れて、ここのコレクタ管、エミッタ管が導通します。なので出力に例えば、LED をつなげている場合は電流がこのルートで流れて LED が点灯します。でまあここを具体的に話をするのはまた今度コンパレーター IC について詳しく説明をしようと思うんで、その時でもいいんですけど、まあついでなんで、オープンコレクターで、ここの、信号を取りたい場合がありますね。例えば電源が 5V なら、5V か、0V の信号を、まあ、取り出したい場合はどうするのかっていうと、ここに、こういうふうに抵抗をつけます。そうするとここが切れている状態の時はこの出力は 5V になりますし、ここがつながっている状態の時はこう引き込まれるので、ここは約 0V になります。まあ、0.1V 以内で収まってくれるんで、まあ、約 0V で、まあ、こんな感じでコンパレート IC の出力を扱ったりするんですね。だからオープンコレクターの動作も、まあ、今回今説明したんですけど、まあ、コンパレート IC を使うときには中がこんな感じになってるんだってことを覚えておいてもらいたいです。で、まあ、今回説明した、ことや、まあ、これまでの説明でも何でもいいんですけど、分からないことがあったらコメントをもらえると、ある程度コメントがたまったらそれについて回答の動画を出していこうと思うんで、いろいろコメントをください。まあ、難しいものはわからないと思うんですけど、簡単なものなら大丈夫だと思います。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。もうないよね。